国鉄機波08系機動車とは、日本国有鉄道が1960年から、交代貨客車の改造により製作した機動車である。1963年までに、計14両が改造されたが、結局、試作車、一旦車の息を出ることなく、1971年までに、全車が廃車された。キハ08さんなお、この故障は、 国鉄車両称号を規定に規定された正式の系列故障ではないが、同一の構想により改造制作された機動車の形式を便宜的に総称したものである。具体的には、キハ40系、キハ45系、キクハ45系、キサハ45系の4形式が該当する。1966年にはキハ40系、キハ45型が新造される。 近郊系機動車の国鉄キハ45系機動車に形式名を譲るため、それぞれキハ08系、キハ09型に改められている。1953年に登場したキハ45000系機動車に始まる国鉄液体式機動車は、昭和30年代、非電化線区の動力近代化の機種としてその勢力を拡大していったが、その需要は供給を上回り、 現場や沿線地域の要望に、機動車の申請が追いつかない状態となっていた。やむを得ず、一部では、機動車の編成に、在来からの客車を増結する事例が発生した。だがこれは、編成蘇生、折り返し時の液体式総括制御の利点を、損ねるばかりか車掌のドア扱い業務にも支障し、合理化に逆行するものであった。また、勾配区間における、 無動力の客車増結は当時の機動車の性能的限界から途半混乱で貨物列車用に配置していた蒸気機関車を途半用の補機として連結せざるを得なくなり無煙化の妨げとなった。そこで考えられたのが機動車の増備に伴い余剰車の発生が予想されていた客車にディーゼルエンジンを搭載し機動車化する構想であった。発案したのは当時 国鉄工作局長から転じて国鉄北海道支社長を務めていた技術者畑の細川泉一郎であった。北海道では需要に対する機動車不足が顕著で細川は迅速な打開策を求めていたのである。改造手法としては客車に直接エンジンを搭載する計画のほか無動力のまま運転台を取り付けにエンジンの機動車と連結する付随車造備計画が 立案された。種車となる客車については、機動車に非検修る接客設備の面からスハ42系等も検討されたが、当時まだ急行列車での需要があり、転用の余裕がないこと、さらに大枠構造の関係で改造費がかさむなどの理由から諦められた。最終的に主車として選ばれたのは、ローカル専用の木造車高対価客車60系であった。エンジンも、 当初はバストラック用エンジンの搭載が検討されたが、結局、国鉄標準の DMH17 型ディーゼルエンジンを一気搭載し、液体式変速機を組み合わせた総括制御が可能な構造とした。縦形エンジンを搭載した場合、床にエンジンのシリンダーヘッド部分の点検口を設ける改造が発生し、大枠改造などのコスト増となる。それを避けるため、 床下側面から点検ができる水平シリンダー式の DMH17H 型が選ばれた。DMH17H の採用の背景には、客車改造機動車が新生機動車増備までのつなぎとして、将来の早期廃車が見込まれており、その際には発生品のエンジンを特急型や急行型に搭載されている同型エンジンの予備に転用する考えがあったことも、 一員であったとされる。キハ083の DT22A 台車で、昭和37年3月、安数車両製の名板がつく。地方小メーカーでは、珍しい作例キハ40型は、オハ62型を改造した、両運転台車で、1960年に1両、1962年に2両の、計算量、キハ45型は、 おハフ62型を改造した型運転台車で、1960年に2両、1962年に3両の、計5両、両系式前車とも北海道の内部工場で、改造された。キハ45型は、元の車掌室を、運転台に改造し、キハ40型は、ベイリ台を、車体内側に移設して、前後に運転台を新設した。つまめには、 他の一般系機動車に準じて、窓や貫通扉が設けられたが、車体断面は屋根の深い客車時代のままで、全照灯も幕板に埋め込まれるなど、同時期の一般的な機動車とは一線を画す、表情をしている。乗務員室扉も車掌側にのみ設置され、運転手側は小窓が設けられただけで、扉は設置されなかった。苗機関区、釧路機関区に配置されている。 台車も、動力台車は、機動車用の DT22A を申請し、付随台車は1960年改造のキハ41とキハ451には、同じ客車用ながら、TR11 から TR23 に変更。1962年改造のキハ42、3とキハ45、3から5は、機動車用の TR51A を申請している。 この時の DT22ATR51A は、通例のような大手車両をメーカー、台車メーカーではなく、苗木工場の地元札幌市に所在し、札幌市電の路面電車や、道内の簡易軌道の車両製作、改造を手掛けていた、安和車両が製作、納入した。背景には、地方産業育成の意図があったと思われるが、国鉄では、珍しい事例である。台車構造や、 ブレーキ取り回しの問題から、心皿高さが、客車時代に比べ 70mm 持ち上がっている。ブレーキ装置は、起動車用の DA-1 系に変更されたが、一般の起動車より車重がかさむため、手こ火を変更して、機器を強めてあった。キハ41は、先行試作的要素が強く、運転台前面窓はキハ10系用の小型のもの。 運転手横の小窓は乗務員室扉用の幅の狭い落とし窓、正面層下部には補強用の帯板であるリブが残るなど他社とは異なる特徴を持つ。また、キハ451には前面窓はキハ20系並みに拡大されたが、運転室脇の窓はオハフ62系時代の窓を引き違いにしたのみであった。エンジンは前日の通り、 DMA117H を搭載するが、エンジン排気は、客車改造による、車体構造の制約から、キハ 10K 以降の国鉄機動車で標準であった、屋上排気のための配管取り回しが困難で、戦前形機動車などと同様の床下排気となっている。暖房装置は、客車式の蒸気暖房から、キハ22型と同様のエンジン冷却水を熱源と、 する、温水暖房に変更された。当時の北海道では、起動車が慢性的に不足しており、これらの客車改造車は輸送力増強の手段として期待された。しかし、さほど軽量ではない客車にエンジンを搭載したことで、車体重量は重み、走行性能は良くなかった。また座席性もたれを、板張りからモケット張りに改造されている車両もあったが、ダネ車の使用を継承した。 座席間隔は狭く、内装も、客車時代の内装をペンキで塗りつぶしたか、ニス塗りのままの反抗性で、心臓された機動車に比して見劣りした。元より軽量化よりも、牽引時の強度を重視した客車の鋼体は、必ずしも機動車に向くものとは言えず、実際機ハ22系統と比べ6トン程度もの、重量増となったため、加速、途半。 制動性能などへの影響は避けられなかった。実際の運用にも制約を受け、多くの場合は、キハ21型や、キハ22型など、より軽量で性能に、余裕のある一般型機動車と並結運用することで、非力差を補うことが多かった。苗母配置車は、常山系鉄道線の東札幌札幌間の乗り入れ列車との並結運用など、限られた運用に充てられていた。 く路配置車は、その比力さゆえに、急瞬な仮勝峠越えでは9600系蒸気機関車を補機として連結する必要があったという。このため、急勾配でない帯広いと、主として、根室方面での運用に充てられていた。このように問題が多い車両でありながら、改造コストは1両1200万円に及び、1エンジン起動車の完全新造費用が1両2000万円で、 あったのに比して割高に過ぎた。結果としては扱いにくい失敗作と言わざるを得ない状況で大量増備には至らず、いずれも1971年までに除籍された。キハ081は内部工場に隣接する北海道鉄道学園に教材として残されたが、札幌内部館を走る列車からも見える位置に置かれていたため、ファンにはよく知られた存在であった。 教材としての必要から、建て形地機関の機動車と同様、通路の床にエンジン点検口が開けられた。1980年頃まで同所に残されていたが、後に解体された。木原083は、京都府の茅帳鉄道に譲渡され、便所の撤去等の改造を施行された上で1974年から使用された。蚊鉄道は1985年に廃止されたが、 キハ083はその後も解体されずに保管され、現在も京都府与佐国与佐野町の、かや SL 広場において、生体保存されている。本系列で、唯一の現存例である。期間2大東再建の機動車と連結して、使用するため、おはふ61型から改造された期間を持たない、型運転台形の制御車である。 旧車消室を運転室に改造し、キハ45系同様な切り妻形前頭としている。他、暖房熱源となるエンジンがないため、三国昇降製のベバスト式温風暖房装置が追設されている。台車は TR11 のままとされた。1961年に小倉工場で1両、1962年に多凸工場において2両が改造され、 それぞれ山形機関区及び徳島機動車区に配置された。徳島配置の2両は、その後高松機関区に転属し、キハ18系、キハ55型と編成され限定運用を組んだが、運用上扱いにくく、1966年に全廃された。徳島に配置された2両は、キハ45型より、後の製造にもかかわらず、 全面窓がキハ41と同じ重計、機動車サイズであったほか、配置後しばらくしてから客用扉が外釣り式引き戸に改造されており、異彩を放っていた。1963年にオハ62型から改造された、機関も運転台も持たない付随車である。北海道の五両各車両所で改造されたが、制御回路の追加と床下へのベバスと、 式願望装置の追設つま面への微灯の取り付け程度で、車体構造は基本的にそのままで、台車も TR-11 のままであった。改造落成後は、室蘭機関区と内部機関区に配置されたが、運用上扱いにくく、わずか3年後の1966年に全廃された。上記の交代客車の機動車か改造車は、結局試作車の息を出ることなく、 判明に終わったが、その後、国鉄分割民営化後の JR 各社において、軽量構造でかつ、車齢の低い50系客車の余剰が発生した際、再度、客車改造による起動車化が試みられた。1987年に、西日本旅客鉄道において、余剰のオハ50系客車を改造した、キハ33型が、1989年からは、 北海道旅客鉄道において、オハフ51計客車を改造した、キハ141系が投入される。他にエンジンを搭載していない機動車として、JR 西日本が1989年に、スハフ12計客車を改造した、キサロ59系、1992年に、オハ12系、スハフ12計客車を改造した、キサハ34型を落成させている。 キハ33型はワンマン運用を想定し、車端にドアが廃される、オハ50型を種車に選んだため改造の手間がかかった。上、車体重量もキハ08系よりは軽量であるが、NDC である、キハ120型と比較すると重量があるなどの中途半端な性格から、改造は試作的要素の強い2両のみに終わった。しかし同社は2010年に、 全車廃車されるまで22年間にわたり運用され、一定の成功を見た。しかし、キサハ34型については、日々、上花線のラッシュ輸送における緊急的措置に運用目的を絞った形式であったことから、改造が施されたのは4両のみで、わずか4年後の1996年に全車廃車となった。キサロ5 9型は、他の、 セイシェルの機動車2両とともに2005年に廃車となっている。一方、キハ141系においては、車体については必要最小限の改造で済むオハフ51型を種車とし、投入線区となる殺傷線に対する最適設計を施され、同系のキハ141系、キハ142系、改良系のキハ143型、 付随車のキサハ144型を合わせて44両の一大改造車グループを形成した。結果同系列は2012年の殺傷宣伝下までおよそ23年間にわたって同線の主力車両として運用され、その後2018年時点でもまとまった両数での運用が継続されるなど客車改造機動車では最も成功した例となった。ありがとうございます。